名古屋旅行2日目です。いよいよ今日はライブパレード名古屋公演1日目です。ということで、9時半ですね。今からちょっと旅行行ったらどうしても朝マックが食べたくなるので、朝マック行ってからどうしようかな。結局名古屋城ちょっと見てこようかなと思います。日本外資ホール会場までは30分ぐらいで行けるっぽいんで、まあ、一旦ちょっとホテルに3時ぐらいに戻ってきて4時ぐらいに出ればいいかなとは思ってますが、一応、ライブの T シャツ、タオル、ペンライトとかですねは一応持って名古屋城から一応直行できるようにはするっていう感じです。はい。で、今日は、ギャラクシーフォールドで撮っていこうと思います。このホテルね、金庫があるんで、もう ZV-E10 とか iPad mini とかはもう全部ここに置いて、今日はギャラクシーフォールドと iPhone、スマホはこの2台体制で行こうかなと思ってます。ということで、まずは、そうだ、今、あれなんですよ、昨日の、台湾混ぜそばとネギ飯、ニンニクがめっちゃ効いてて、ちょっと今、ニンニクがすごいんですよ、口の中が。だから、ちょ、マスクして、周りに、ご迷惑かけないように。ライブ会場ではもちろん、マスクしますけど、それ以外でもちょっとマスクして、周りにご迷惑かけないようにしたいと思います。ということで、名古屋2日目、楽しみます。これがちょっと気になるんですよね。電動キックスケーターではないけど、三輪のやつ、時間があれば乗りたいけど、まずは朝マック。いや、朝コメダで小倉トーストもありっちゃありですね。せっかく名古屋来たしな、ちょっとそこは検討します。なんか地下街にあったはずなんで、今から向かいます。いやー、にしてもスーパーいい天気、本当台風来んのかなこれで。ではでは向かいます。マックもコネメダもいっぱいだったので、ちょっと駅前の方に行こうと思います。さて、名古屋城に行く予定だったんですけど、作戦を変更しまして、トヨタ産業博物館みたいなところに行きたいと思います。昨日行ったところがトヨタ自動車博物館、トヨタ博物館か。で、今回はトヨタ産業ということで、昨日のところは自動車メーカー問わずだったんですけど、今日行くところはトヨタ中心ということで、トヨタ好きとしては行っとこうかなと思います。2、30分で歩いていけるみたいなんで、散歩がてら暑いですが歩いていこうと思います。トヨタ産業技術記念館着きました。めちゃくちゃ広い。とりあえず入ります。トヨタ産業技術記念館、今ちょうど見てきました。結局2時間ぐらいいたのかな、そんな感じなんですけど、何が感動したかっていうと、織物ですね。トヨタといえば織物から始まったということで有名だと思うんですけど、織物のなんか実演とか、ガイドさんが話してくれてたのを聞いてたんですけど、いやーすげえなっていう、機械作る人ってやっぱすごいなっていうのを改めて感じましたね。で、まあ、織物のところと自動車の博物館でなんか分かれてるんですけど、まあ、自動車のところはやっぱなんだろう、車好きの人が行くにはっていうよりが、なんだろうな、あれか、車の製造工程とか知りたければこっちの博物館の方がいいんですけど、いろんな車見たいとかっていうところだと、車の歴史かな、歴史見たいんだったらトヨタ博物館行った方がいろんな車が見れたんでよかったかなと思います。ここはあくまでもこういう感じで車が作られますよみたいな、
そういうところがメインだったので、けどそれでも非常に面白かったですね。いやー、この昨日今日と連続でトヨタ尽くしで、やっぱトヨタさすが日本一の企業ってことで、さすがっすね。博物館の出来とかが全然違いますもんね。他にもちょっと日産の博物館とかあんのかな、日産とかホンダとか。ちょっとやっぱその辺見て、いやー面白い。やっぱ車楽しいっすね、見てて。なんか車運転したくなっちゃったな。ちょっと早く帰って久々にニスモイーパワーを乗りたいなと思うんですけど、時間がなくて全然乗れてないということで、ちょっとまた名古屋駅の方に向かって、向かう途中でもう1時半ぐらいなんで、なんかいい感じのところでお昼食べて、でちょっと荷物を整理してホテルに戻ろうかなとかも思いますが、一旦名古屋駅に向かおうと思います。あとやっぱこのスマホ撮影は片手で、青森の時もありましたけど片手で撮れて、あと手ブレもね ZV-10 に比べると効くので便利ですね。こうなるとやっぱり DJI ポケットがちょっと欲しくなるところではございますが、3が出ればね買おうかなと思ったんですけど出ないんで、そんな感じです。まず名古屋行きます。お昼はこの名古屋ルーセントタワーっていうんですかね、この地下1階に入ってるヤバトンで食べてきました。名古屋名物といえば味噌カツということで、ちょっとね昨日台湾まぜそばを夜に食ったのがミスでしたね。昨日手羽先となんか一杯グイッと行けばよかったんですけど、台湾まぜそば屋さんはねいっぱいあるんで、あの探すとき困らなかったんですけど、お昼時ね何食べようかなっていうので非常に悩んじゃいましたね。お昼ラーメンが良かったかなって感じです。ということで本当はあのヤバトンでビールも一杯グイッと行きたかったんですが、やめました。ライブ前なんで、さすがに埋めておきました。で今2時ちょい過ぎですね。なんでちょっともうちょい駅まで歩くので、駅行ってちょっとなんか休憩してから行こうかなと。わ、なんかちょっと二郎系じゃない、あれ。ちょっと待ってくれよ、マシライス感だって。何これ、わ、これはちょっと気になるな。不謹慎にうまいって書いてある。ここに不謹慎にうまいって書いてある。ちょっと何屋さんか一瞬だけ、あ、けど豚が書いてあるからあれかな、二郎系をなんかイメージした味噌カツ屋さんっぽいかな。ちょっと気になるんで、せっかくなんでお店の前通ってあっち行って名古屋の方に向かおうと思います。一旦ちょっとあそこのこのマシライス感、あれが気になるんで、ちょっとあそここの信号を渡って目の前だけ通ろうと思います。暑い。なんかいろんなメニューがある定食屋さんみたいですね。量が多い定食屋さん系っぽいです。今回の旅行では行かなくていいかなって感じですね。ということで一旦ですねホテルに戻ってきました。3時ぐらいですね。ちょっと休んでから、あのリュックじゃない、この中もちょっと軽くしてからライブ会場に向かうと思います。撮れてるのかなこれ。とりあえずお土産がなんか1個ぐらい買っておきたいなと思ったんですよ、あの家族用にってことで。とりあえずこの手羽先、とりあえずこれだけキープしておきました。もうお土産屋さんもひどくてです、もうめちゃくちゃ混んでてですね、全然見えなかったんで、とりあえず1個だけ買っときゃいいかなってことで、時間に余裕があればさらにもっと
回転そうかなと思いますが、そんな感じです。ということで、3時半ぐらいにホテル出ようかなと思うんで、ちょっと休憩します。さてさてさて、今からライブ会場に向かおうかなと思うんですが、ちょっと先に、豊田産業博物館だっけ、あそこでの思い出話をちょっとだけ追加で、じゃじゃんと。はい、こちらが、豊田 AA っていう、一番最初に作った、トヨタじゃないですよ、これ。トヨタなんですよね。トヨタ DA ってなってるじゃないですか。トヨタ AA っていう一番最初に作った車だったっけな。の、ストラップがですね、無料で作れたので、作らせていただきました。はい。これが唯一のトヨタ系の思い出っていうことで、うちのニスモの鍵にでもつけとこうかなと思います。はい。っていうのは余談で、ライブに持っていくのは、T シャツじゃない。タオル、T シャツ、ペンライト。これは、ライブパレードで今回買ったやつ。青森の時買ったやつ。で、これが自分の持ってるキングブレードなんですけど、ちょっとこれも、もうこのライブでお別れかなと思ってます。っていうのはちょっとここはね、緩くなってきちゃってて、なんか時々カタカタ言っちゃうので、まあこれもね、長年、一緒にライブ戦ってくれた仲なんで、そろそろ引退でもいいのかなとかも思ってます。と、あと、まあ、もちろん水と、梅干し。はい。なんだったっけ？確か M の世界でなんかライブ七つ道具みたいな感じで、この梅干しも入ってたので、梅干しですね。も持っていこうと思います。これは先週ディズニー行った時に買った梅干しがまだ残ってたんで、って感じですね。ふぅ、ちょっと疲れちゃった。ではでは今からちょっと会場に向かって、ワンチャン、ちょっとアクスタに最近興味を持ってきたので、ワンチャンアクスタ見に行こうかなとも思ってるっていうところです。まあ時間があればなんですけど。ということで、ライブ会場に、いざ、レッツゴー。さあ、お疲れ様でした。今、もう10時です。はい、ライブパレード、名古屋1日目。終わって今ホテルに戻ってきて、いつもならちょっとここで、ライブの感想動画を速攻で撮るんですけど、ちょっと10時なんで、一旦、シャワーとか浴びて、ご飯食べてからにしようかな。あと、多分隣の人寝ちゃってると思うんで、明日かな？明日の朝、撮ろうかなと思います。で、今日の晩ご飯なんですけど、担々麺と、梅干しおにぎりと、紅鮭。あと、前からずっと気になってたこの、タコとブロッコリーバジルサラダ。これ。と、チューハイ1本と、贅沢に、スーパードライですね。あと冷蔵庫に1本入ってるんで、それを飲もうかなと思います。とあとなんか気になったね、これ明日の朝ごはんかな、このナゴニャンっていうのが気になったんで、こいつらを買ってきましたよと。たところで、ちょっと冷やすものを冷やして、まずシャワー浴びちゃおうと思います。ということで、名古屋旅行2日目、ライブパレード、最高でした。いや、やべ、また語りたくなっちゃうんですが、一旦 Vlog としてはここで終わろうと思います。また感想動画は別途撮ります。ではでは、疲れた。